サマソニ s 2 0 2 3で話題沸騰ナンバーアンダーラインアイとダンスチームエンジェルの最強コラボナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスをさらに輝かせたダンスチームエンジェル圧巻のステージで観客を魅了ナンバーアンダーラインアイは4月17日のサマソニーで素晴らしいパフォーマンスを披露しましたこの成功に貢献したのはダンスグループエンジェルの存在です最近 ナンバーアンダーライン愛と多くの場面で共演しているエンジェルは、今回のステージでもそのダンスで大いに盛り上げ、観客にとって忘れられないひとときを提供しました。サマーソニックという音楽イベントは、毎年、夏の暑さとともに熱狂的なファンを引き寄せる場となっており、今年も例外ではありませんでした。特に、今年のサマソニーに参加した多くの人々の間で語り草になっているのが、 ナンバーアンダーラインアイというグループのパフォーマンスでした。彼らのステージは、観客を圧倒するエネルギーと情熱に満ち溢れており、特に注目されたのは、ナンバーアンダーラインアイのバックダンサーとして登場したエンジェルというダンスチームです。観客は、エンジェルのパフォーマンスに感動し、SNS を通じてその興奮を共有しました。最高に激アツなステージでした。今日も暑い中ありがとうございました。というコメントが飛び交い。 彼らのダンスがどれほど素晴らしかったかを物語っています。特に、エンジェルがナンバーアンダーラインアイと共に作り上げたステージは、まさに芸術の域に達していたと言っても過言ではありません。彼らのダンスは、単なるバックダンスの域を超え、ステージ全体を一つの大きなパフォーマンスとして昇華させるものでした。ナンバーアンダーラインアイとエンジェルのコラボレーションは、ここ最近多くのイベントで見られるようになり、 そのシナジー効果はますます高まっています。ファンたちは、このコンビネーションがもたらす未来を期待し、彼らが今後さらに大きなステージに立つことを夢見ています。ナンバーアンダーライン愛の3人はもっとビッグになります。ビッグにします、という声も多く、彼らが今後どのように成長していくのか、ファンの期待は膨らむばかりです。サマーソニック東京公演の後、ファンたちは熱中症の心配をしながらも、 翌日の大阪公演に向けての応援メッセージを送り続けました。明日もかっこいいダンスで盛り上げてね明日もぶちかましてきてください、という言葉からもわかるように、ファンは彼らのパフォーマンスを心から楽しみにしているのです。エンジェルのダンサーたちは、ナンバーアンダーラインイのステージをさらに輝かせる存在であり、そのダンスは観客にとっても大きな刺激となっています。彼らのダンスは、ただの振り付けではなく、 感情を込めた表現そのものもですステージの上で彼らが見せる動き一つ一つが音楽とシンクロし観客の心に直接響くのです。このようなパフォーマンスがなぜこれほどまでに多くの人々を魅了するのかその理由は明らかです。ファンたちは彼らのパフォーマンスを通じて音楽とダンスの持つ力を再確認します。それは単なるエンターテインメントではなく、 人生を豊かかにすするるるつの要素でであると感じるからですダンスが大好きで、彩り地味に行ったり、YouTube でダンスばっかり見ています、というコメントも見られるように、エンジェルのダンスは、見る者にとって新たなインスピレーションを与える存在なのです。サマーソニック大阪公演も、東京公演に続き大盛況でした。ファンたちは、暑さにも負けず、 再びステージに立つナンバーアンダーラインアイとエンジェルの姿を楽しみにしていました。大阪でもぶちかましてください、明日も大阪で激熱熱熱、といった応援メッセージが飛び交い、彼らのパフォーマンスに対する期待感がひしひしと伝わってきます。このように、ナンバーアンダーラインアイとエンジェルは、音楽業界において新たな風を吹き込む存在として注目されています。彼らが今後どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、 ファンたちは期待を胸に抱きながら、次のステージを心待ちにしているのです。サマーソニックという大舞台での成功を経て、彼らがさらに大きく飛躍していくことは間違いありません。彼らの未来がどれほど輝かしいものになるのか、私たちもまた、その瞬間を見逃さずにいたいと思います。ナンバーアンダーラインアイとエンジェルが織りなすパフォーマンスは、音楽とダンスが完璧に調和したものとなり、その結果、 観客は圧倒的なエネルギーと感動を味わうことができました。特に、サマソニという大舞台での共演は、彼らの絆をさらに強固にし、ファンの心を深く捉えました。この日、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそれぞれが個々の才能を最大限に発揮し、エンジェルのダンスがその演出を一層引き立てる形で、ステージ全体が一つの芸術作品のように仕上がりました。ステージ上では、 音楽とダンスが一体となり、観客を引き込む力強い演技が展開されました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが奏でる音楽は、時に激しく、時に感傷的であり、そのリズムに合わせてエンジェルが見せるダンスは、まさに視覚と聴覚の両方で楽しむことができるパフォーマンスでした。観客たちは、彼らが生み出す空間に引き込まれ、一瞬一瞬が貴重な体験となったことでしょう。 この共演が成功を収めた背景には、両グループの信頼関係と共同作業が欠かせませんでした。最近のパフォーマンスにおいて、ナンバーアンダーライン・アイとエンジェルは幾度となく共にステージに立ち、互いの強みを最大限に引き出してきました。その結果、今回のサマソニーでも、観客にとって最高のエンターテインメントを提供することができたのです。ファンの間でも、この日のパフォーマンスは特別なものとして記憶され、 彼らの今後の活動への期待がますます高まることは間違いありません。ナンバーアンダーラインアイとエンジェルの今後の共演がどのように進化していくのか、ファンはこれからも目を離すことができないでしょう。彼らのパフォーマンスがどのような形で新たな感動を生み出していくのか、その一瞬一瞬を見逃すことなく、期待と共に楽しみにしている人々は多いことでしょう。サマソニーのステージは、まるで映画のクライマックスシーンのように、 観客をを一気に引き込む力を持っていました。音楽、ダンス、そして彼らが放つエネルギーが一体となり、その瞬間だけに存在する特別な空間を作り上げたのです。観客の歓声や拍手が響き渡る中、ナンバーアンダーライン愛とエンジェルはさらに情熱を注ぎ込み、彼らのパフォーマンスはますます勢いを増していきました。ステージの後半に差し掛かると、彼らのパフォーマンスは一層ドラマチックになり、 観客は彼らの世界観にどっぷりと浸り込んでいました。ナンバーアンダーラインアイの音楽は、ただ耳で聴くだけでなく、心で感じるものとなり、エンジェルのダンスはその音楽に視覚的な命を吹き込む役割を果たしました。特に、曲のリズムに合わせたシンクロした動きや、感情を表現するようなダンスは、観客に強烈な印象を残しました。サマソニの観客にとって、ナンバーアンダーラインアイとエンジェルの共演は、 ただのエンターテイメントを超えた感動的な体験となったことでしょう。彼らがステージで見せたものは努力と情熱の結晶であり、それが観客の心に深く響いたのです。その瞬間、会場全体が一つになり、音楽とダンスが持つ力を改めて感じることができました。彼らのパフォーマンスが終わりに近づくにつれ、観客たちは惜しみない拍手と歓声で彼らの努力を称えました。その場にいた誰もが、 ここの特別なな夜を忘れることはないでしょう。ナンバー・アンダーライン・アイとエンジェルはただのパフォーマーとしてだけでなく観客と共に特別な瞬間を共有するアーティストとして確固たる地位を築いたのですこの夜の成功はナンバー・アンダーライン・アイとエンジェルのこれからの活動に大きな期待を抱かせるものでした彼らが次にどのようなステージを見せてくれるのかその進化にファンたちは胸を躍らせています サマソニーでの輝かしいパフォーマンスは、彼らの未来を象徴するものであり、これからも音楽とダンスの新たな可能性を探求していくことでしょう。そして、彼らがこれからも観客と一緒に感動を分かち合い、忘れられない瞬間を作り出していくことを願わずにはいられません。音楽とダンスが持つ力、そしてそれを形にするナンバーアンダーライン愛とエンジェルの情熱が、今後も多くの人々に感動を与え続けることを信じてやみません。